ウェルズ郡はアメリカ合衆国ノースダコタ州の中央部に位置する郡である。2010年国勢調査での人口は4207人であり、2000年の5102人から17.5%減少した。郡庁所在地はフェッセンデン市であり、同郡で人口最大の自治体はハーベイ市である。ノースダコタ州の人口重心が郡の南東住み。 サイクストン市の南東約9マイルにある。ウェルズ郡は1872年から1873年にダコタ12州議会が創設し、軍名はジェームズタウンの銀行家、ジェームズ川バレーの初期開拓者で、1881年に準州議会議員を務めたエドワード・ペーソン・ウェルズに、ちなんで名付けられた。軍政府は1884年8月28日に、 初めて組織化され、軍庁所在地は1884年から1894年まで、サイクストンにあったが、その後は一貫して、フェスンデン市にある。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は1291平方マイルで、あり、この内陸地は1271平方マイル、水域は19平方マイルで、 推移率は1.50%である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。中、ノースダコタ州の法人化された自治体は、その大きさによらずすべて市になる。ありがとうございます。